モーターズ。はい、どうもこんにちは、モーターズの大和です。今日はですね、こちら、鈴鹿サーキット南コースの方に来ております。年間祭自動車部新刊フェスタということでですね、今日は張り切って一日撮影していこうと思うんで、よろしくお願いします。変な見つけた。これ見てモザイクじゃん。これ何これ。すいません、はい、ちょっとなんか変な車見つけたんで取材したいんですけど。あ、はい、お名前は、はい、金森と申します。金森さん、これはなんて車ですか。これは箱はアルトワークスです。アルトワークスなんだ。はい、京都大学の自動車部に所属してまして、うん、この車は個人で学取りに出るために製作しました。ああ、え、じゃあドリシャなんだ。4駆 FF。 そうですね、4駆界 FR です。ああ、なるほど。フロントドラ車抜いてセンターデフをロックして、まあ、ギアデフもロックです。なるほど、アルトワークスなんですよね。これ何の顔がついてるんですか。1週間前に、うん、何もついてない状態で、うん、この新刊フェスタに呼ばれたんですけど、鈴鹿南に入るためには、うん、ボンネットなしのエンジンむき出しじゃダメだと言われまして。なるほど。1週間で何ができるかなって考えた結果、たまたま落ちてた AW11 の顔面を移植しました。 AW も今高いからね、たまたま落ちてるのもよくわかんないし。すごいっすね、はい、これライトつくんですか。ライトつきますよ。つくの。これリトラ動きます。え、嘘、動いてる。動くの。はい、へえ、ついてますね。なるほど。ホイールはこれが円形の、円形か、M18J っていうホイールです。なるほど。13インチ。めちゃくちゃ軽いです。へえ。で、なんか運転席にはなんかちょっとね、よくわかんないですね。怖いですね。ウィンドウになんかこれ YouTuber さんのステッカーがいっぱいついてますけど、これは僕自身が YouTube でこのミッチワックスっていう名前で動画を上げてて、車関係の YouTuber さんと、オフ会とかで会って、会った方のステッカーを貼らせていただいてます。この車の製作過程とかの動画も出してますし、他で所有しているアルトワークスとかシビックとかの動画を出してます。まあ、リアフェンダーが20センチワイドぐらい、全幅10センチ、片側10センチで伸ばしてます。これは何で作っているの。これ発泡スチロールです。発泡スチロールなんだ。スタイロフォームっていう。アルトワークスって全幅が140センチしかないんですよ。なんで安定感を増したくて思いついたのが幅を広げること。なるほど。マフラーはこれは、マフラーはアルトワークス用の砲弾型のマフラーです。おー、なるほど。随分太いのが、中間パイプも太いの入ってます。で、問題のウィング、見てください。これステー溶接です。ガチガチにここ止まってます。リアウィンドウ取っ払って止まってますね。モンスター田島が乗ってたハイクスピークの車両がすごく好きで、それに憧れて作りました。なるほど。これはリアルカーボン、アルミにカーボン柄が書いてあると思います。なるほど。中もロールケージがバッチリ走って入ってますよと。左右2脚、これはどこのバケットですか。あ、これ2脚ともブリッド入れてます。あ、ブリッドなんだ。巡り巡ってきた中古品なんで、うーん、古いやつですけどついてます。メーターとかも必要最低限の水温とブースト系とかを DIY でつけてます。まあ、内装は至ってシンプルというか、ザ・トンガラっていう感じですね。じゃあちょっと問題のボンネットっていうのかな、これプラダン。プラダンです。書いちゃってます、ね、ちょっと見てもいいですか。はい、多分ね、カーボンや FRP よりも軽いボンネットだよこれ、これはアルト用のエンジンじゃなくない。違います。ワゴン R ワイドの K10A 型エンジンが乗ってます。1リッターターボで100馬力です。アルトワークスって660cc で64馬力なんですけど、やっぱドリフトとか競技やっていこうと思ったらもうちょっとパワーが欲しくなってやりました。へえ。純正で出てるんで耐久性もあるかなと思います。さらっと詰めたんですか。いや、
全然ダメでした。ですよね。クランクプーリーを薄く削ったりとか、うん、でボディフレーム切って、はい、あのスペース2センチそっちまで広げてとか、はいはい、エンジンマウントを全部15ミリ左にセットしてなんとか入りました。制作期間は2ヶ月ぐらいはもうこれ投資でした。すごいな。これはなんだ。ホームセンターとかで売ってるやつですよね。棚の足ですね。外装は急遽作らなきゃいけなくなったんで。そうか、これも1週間の特貫工事で無理やりつけました。今日はもう自転車のフレームとか使ってるんで。え？あのアルトワックスとかってこのフロントのフェンダーが弱かったりするんで、はいはい、このストラットタワーとボディをこれ自転車のフレームで補強してます。嘘。どうですか？この細い棒。これ自転車だって。そこまでしてこの車にこだわってる理由って何かあるんですか？ドリシャって最近高いじゃないですか。うん、シルビアとかすごい高くてちょっと手が出なかったんで。値段上がってますよね。一番安いドリシャは何かなって考えた末これになりました。なるほどね。アルトワークスパイクスピーク仕様になったわけですね、はい、ちなみに車体はいくらで買ったんですか？ただです。もらった？もらいました。ワゴン R ワイドを1台買ってきて、うん、はい、マルシャで。なるほど。それのエンジンとハーネス、うん、まあ足回りもそうですね、うん、それワゴン R ワイドのものを全部入れました。信じられます？多分普通の人だったらワゴン R ワイドに乗るんですよこれは。実際ドリフトはしやすい？普通のアルトワークスの FR になってる車両よりはよっぽどやりやすいです。へえ、うん、やっぱパワーがあって幅があって安定してるんで、うん、こんなマニアックな学生さんいるんですね。すごいな。はい、じゃあですねミッチーワークスさんのアルトワークスワゴン R ワイド、わからないけれども、車両を紹介してきましたよと。ミッチワークさんから見た車の魅力って何ですか？僕自身は工作とか機械いじりが好きなんで、うん、こうやって自分で溶接したりとか自分で部品を交換して、で、まあ、車だったら部品を交換すればその分走りにも変化が現れるんで、うん、自分でいじってそれがすぐに結果に反映されるところとか、そこは機械とか車の魅力やと思ってます。なるほど、ありがとうございます。ここまでねやってればもう作ったものが反映してるようなもんだよね、はい、本当にね。素晴らしいと思います。このプラモ感覚で車をいじれるっていうのはすごい素敵ですね。もしよろしければ僕も YouTube やってるんで、ミッチーワークスで検索してみれば動画出てくると思います。チャンネル登録とかよろしくお願いします。はい、みんなチャンネル登録してくださいね。それじゃあ、ミッチーワークスさんありがとうございました。ありがとうございました。またね。